さあつながって岸本から西本、さあチャンスだ、折り返してシュート決めた3試合ぶりのゴールを決めました。決めたのは38番キャプテンの西本です。これで1対1、米沢からここを最後受けて40番の岸本から最後ここドリブルで左足のシュート、チームとしても3試合ぶりのゴールを決めました。これで1対1です。西本は今シーズン4得点目。笑顔で大熊監督に入って